突然ですが皆さん、まずはこちらをご覧ください。こんにちは、アンソニー村長。私はね、あなたが違法ソフトで遊んでいると思っているんですよね。ですが、ゲームの違法コピーは犯罪なので、プレイをさせることはできません。なので、強制的にデバイス電源をキラ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 。大丈夫？怖かった？おっぱいもむ。こちらは不正のゲームソフトでプレイした時に本体が感知した時に流れるアンチパイラシースクリーンというものでございます。不正のゲームソフトというのはバレソフトや違法コピーされたいわば海賊版という類に入るものなのですが、今回はこのような違法ソフトで遊べないようにするために施した動物の森の海賊版対策が他にもヤバいものがたくさんあるということで見ていきたいと思います。どうも皆さんごきげんよう、バー君です。今回は違法コピーされた動物の森の世にも奇妙な海賊版対策を僕が声を当てながら紹介していきたいと思います。正直素人なので、まあ下手くそだなって思われるかもしれないんですが、まあなるべくキャラに合わせておりますので、最後までご視聴いただければと思います。それでは早速やっていきましょう。登録してね。にゃこさんさんにご褒美もらいに来たの。そうだよ。いいね。じゃあこっちにおいでよ。犯罪者、捕まえた。僕も犯罪者だよ。とても後悔してる。君はすぐに逮捕されるよ。犯罪者なんていらないからね。君は任天堂の違法ソフトで遊んでいるよね。それはね、犯罪なの。それは著作権法として違反してるから。あれ？聞こえる？あ、警察と権利者が来たよ。ゲーム買ったら、また会おうねー。次行くねー。マー君さん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だのも。ところで、ゲームの違法コピーって知ってるだのも。これは非競争防止法、著作権違法なので禁止されているだのも。今すぐ電源を消せ。次行くねー。こんばんは。ようこそお越しくださいました。あー、とてもいい感じだと思います。心配しないでください。詳しいことは島について説明するので。アテンションプリーズ、緊急アナウンスです。何者かが無許可で飛行機に搭乗してしまいました。警備員を緊急手配しますので、近寄らないでください。不正行為するなんて、お前は最低の犯罪者だ。なんだ？それはなんだ？俺のスイッチ？好きにやらせろだ。こらー！
お前の考えは最低だ、わかるか。聞け、スティンカー、人騒がせなことする前にまず自分で購入しろ。今出て行け。最後まで見てね。ご乗車ありがとうね。ああ、教えてほしいんだが、今日は2020年11月21日、そして時刻は午後6時23分。あてか。かんにな、ほらこの時計を信頼してねえで、もう壊して捨てるべきやね。おまけに地面がぬかるんやが。ああ、この雨は最悪だな。お前さんのせっかくの遠出だっちゅうのに、うまくいかねえもんだべ。そういや客さん、名前はなんてんだ。ミカ。どっかで聞いたことあるよ。現在国際犯罪者のミカに関しては有益な情報はつかめておりません。ビデオゲームの盗難した犯罪者の捜索は依然として難航しております。では次のニュースです。おめえさんのことかい。悪いが、犯罪者を見逃すことはできねえ。はい、という感じでしたね。なにこれ。まあ冗談をここに置いとくとして、皆さんの中ではどれが一番好きでしたかね。僕としてはこのカッパのアンパイが一番好きでして、主人公がなぜこの大雨で遠くに行くのか、そもそも自分の車ではなくなぜタクシーでの移動なのかといった謎が綺麗に回収されていて、なおかつホラー要素はびっくり表現ではなく物語の内容として落とし込んでいたので、まあ、まさしくタイトル通り世にも奇妙な物語間違えた海賊版対策だったんですよね。セーフ。危ない危ない。なのでこういう気、小、天、結がしっかりしたアンチパイラシースクリーンがもしあれば僕すぐに飛びつきますのでリクエストお待ちしております。でもし僕がうわこれ最高だ採用というものがありましたら、まあタイトル通り世にも奇妙な海賊版対策ということでこれをあげたいと思います。テレレレテレたまにさん人形。うん、誰かから用意したやつ。はい、ということで今回終わりたいと思います。現在このチャンネルは5万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。もし取り扱ってほしいネタがあればコメント、ツイッターの DM までお越しください。それじゃおやすみ。